ロビン。ロビンは男の子。男の子。何歳？いくつ？私の飼い犬じゃないので。あ、そうなんだ。あ、代わりに？そう。あ、飼い主さんが言い張って。あ、病気。あ、そうですね。へえ。じゃあこの飼い主さんのことはよくご存知なんですか？うん、飼い主さんはこのことあったきっかけっていうのは何か聞いてます？出会ったきっかけとか。なんか売れ残ったとか。あ、そうなんだ。優しい方やね。はい、今はじゃあ飼い主さんとはまあ一緒に住んでおられるの？この子。うんうん。そうそう。まあ、話し飼いで？家の中でね。家の中で。この子はどんな様子ですか？飼い主さんに寄り添ってあげてんの？ちょっともう別にね。別の部屋で。部屋で。あ、そう。うん、でも子犬の時から飼ってたんだろうね。寒いな。そうな？お家ではどう過ごしてるんかな？うん、そう。家ではね、もうできるんです、ちっちゃい子が。あ、そうなの？うん、あ、2匹で一緒に遊んでるの？そうそう。それやったら寂しないな。うん、よかったな。そうか。慣れる珍しいわ。もうすぐ吠えていくんですよ。僕ね、犬いっぱい飼ってるんですよ。うん、犬のね言葉がもうよくわかるしね、うん、なんで他の人になれないのかなって。やっぱりね動物ってわかるみたいね。その人がどういう人かって見抜くんですよね。喋れないけどね、こう触ったらわかるんちゃいます？こう触り方とかでね。もうね、やっぱり言ってきてくれる人もいるんですけどね、うん、どうしても吠えちゃうんですよ。あ、やっぱりねちょっと怖いんやね最初はね。うんうん、だからこう近くだんだん慣れてきてこうやって触ってあったらいいと思うけど。毎日散歩行けないしね。うん、あ、そうなの？うん、私もほら週3回しか行かないし。そうかそう。他の日はどうしてるの？誰かが来てるの？いや散歩はほんだら散歩だから週3回。あ、そうなの？ほんだら中でトイレとかしてるの？そうそう、中でね、うんうん、トイレとか遊んでいるとじゃあこれほら結構家が広いので。あ、そうなんですか。外でこう遊んだり。あ、外で、もう放し飼いで。そう部屋をね、はい、ちょっと開けてやってたら、はいはい、勝手にね、はいはい、まあ番犬もしてくれるしみたいな。番犬はすごいです。あ、ほんでやったらね、ご飯はねちゃんとやに、うん、やってます。あ、そうなんですか、うん、で中でうんこしたりとかってしないでちゃんとしてるんですか？外でね、うん、外ではしてますけど、おしっこはなかなかね、うん、はい、決められたところでできないので。え、それは家の中でもしちゃう？そう、あ、おしっこを、あれなんかおしっこシートをおしっこしたやつを捨てないで貯めといて置いてあげてます？あ、ダメです、それが。あのね、覚えさすのは中でそのケージの中に自分のおしっこしたやつを置いといてあって、ここでするんだって自分の縄張りをね、散らしとかないと、いろんなとこしちゃうんですよ。それ一回やってみてください。ケージの中に入れていい？そうです、いい、もう入れても捨てたらダメです。何回も汚いから言って捨ておったらね、どこでやったらいいか分からへんの、この子は。この子何歳ですかね？もう4歳ぐらいだった。あ、4歳ぐらいだったらまだ覚えれるから。これは種類なんなんやろね。これはコッカ。コッカ？コッカスパニエル。あ、コッカスパニエルっていう種類。へえ、かわいいわ。かわいいわ。ちょっと最後にお聞きしたいですけど、あなたにとって愛犬とは何でしょう？愛犬ね、はい、癒しやね。私とかも飼ってたのよね、うん、あ、そうなの？飼ってもう19年ぐらい。ああ、それはかわいい、うん、ね、かわいいわ。家族や、何飼ってた？芝。あ、芝もね、マイペースでかわいいわな。いいですよ。ちょっと違うもんね、性格がな、うん、全然違う。うん、全然違う。この子はすごい人懐っこく、うんうんうん、うちも芝犬今いますけど。芝はね、うん、自分勝手やね。そう、もうね、自分が来たい時だけです。そう、読んでも来ないし、ね、こう来ませんね。でも忠実ですよ。すごい介護でね。ああ、そう。最後もね、ちゃんと見とってあげたんやね。よかったね。なかなかお仕事しとったらね、見とってあげる、あ、間もなく行っちゃう場合もあるからね。最後に私が抱っこしてたのに。あ、よかったやんか。最後、そうやったらね。ちゃんと安心して、向こう行ったんやな。ねえ、そうか。はい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 。慣れてきたな。慣れてきたな。慣れてきたな。嬉しいな。嬉しいな。嬉しいな。